どうも、ゆうたろうチャンネルのあゆたろうでございます。今日はですね、週に一度の飲み撮影になります。あゆたろうが一番好きな企画、これが、うん、とりあえず乾杯しよっか。またね、皆さんの質問がいっぱい届いてますので、あの LINE アットの方はもうマジで返しきれてない。今 LINE アットに限ってはね、もうほんと1日100から200ぐらいね、 LINE が届いてる状態なんで、もうちょっと待っててね。飲もう、とりあえず。なんか今日ね、ばあちゃんがご飯作ってくれてた。カツ。いただきまーす。うん。うまっ。あー、今日も幸せです。うん。これなの？シチューだ。シチューになります。うまっ。チャンネル登録者もですね、昨日の朝かな、3000人気づいたら行ってるし、早っと思ってたら、さっき見たらもう4000人超えてて、多分明日には5000人行きそうな気配。どんだけみんな優しいんだよ。こんなのんびりあゆ太郎のね、チャンネル登録してくれるなんて。ありがたいですわ、本当に。でもはやもうこの動画が上がってる時には5000人行ってる可能性があるってことですからね。てかまず1000人到達した時のね、みほたんとあゆ太郎が一緒にやった、1000人突破しましたの時の質問コーナー、回答がまだできぬままもう4000人超えてしまったという事態。どうするよ、これ。すげえ嬉しいのがさ、もうね、応援メッセージがすげえ来てくれる。すげえ嬉しいんだよね。なんか答えていきましょうか。最近ずっと調子が悪くて、なかなかうまく打てないです。そういう時はどうすれば良くなるんですか？教えてください。調子悪い時はね、多分誰にでもあるよね。自分どうしてたっけな、調子悪い時ほんと調子悪いかな。まあ一つはですね、調子悪い時が自分の実力だと思った方がいいですかね。調子が悪いんじゃなくて、それが今の自分の実力だっていうのを認めて、またね、こう練習に取り込むと、そんなあのマイナス思考な気持ちにはならないと思いますね。いつもできてたのができなくなったっていうことで、多分調子が悪くなったっていう解釈をしてる可能性があるんですけど、逆なんですよ。いつもが調子いいだけみたいな。そういう風に考えたら、もっと上目指せるんではないでしょうか。はい、ちょっと、これ合ってんのかな、回答。ごめんね、まあ、変な回答だったら。いつからテニス してましたか？小学5年生です。あゆ太郎さん、めっちゃイケメンなんで、2丁目のやつの2段とかやってみればいいんじゃないですか。お、久々にテニスじゃないやつ来たね。ね、第2段ちょっと考えてみます。まあ、人の迷惑なんない程度に考えてみます。あとさ、ラケットの質問とガットの質問すごい来るんだけど、前もね、この飲み配信の時に言ってるんですよ、ゆうたろうは。もうちょっと見てください。あとは、もう一回言うよ。28ポンドです。そんなに硬くないです。音がいいのは、ちょっとよくわかんないです。どうしたら音が良くなりますかっていうのもね、よく来るんだけど、なんだろうな。インパクト。あ、ボールが当たる瞬間に、キュッとね、グリップを握るみたいな、そのインパクトだけ、バチンって力を入れると、いい音が鳴ると思います。はい。次、じゃあ YouTube の中から見ていこうかな。これすげえね。こういうコメントが本当にあゆ太郎すげえ嬉しい。あゆ太郎さんの動画を見て、テニス熱が復活したので、早速今日打ってきました。そしたら、両足小指の爪が見事に剥がれて大惨事になりました。大丈夫ですか？ちゃんと、無理しない程度に始めてくださいね。これからも動画楽しみにしてるんで頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。いいですね。このあゆ太郎の動画を見て、またソフトテニスがしたくなったとか、初めてね、ソフトテニスをやってみたくなりましたとかね、そういうコメントがすごい嬉しい。もうそれ目的で上げてるんでね。中高ソフトテニス部で、大学は違うスポーツしようって思ってたけど、やっぱテニスやりたいって思わせてくれる動画、あ、これも超嬉しい。まあね、あゆ太郎の動画を見て、ソフトテニスを続けたいなって思ってくれる人がね、増えてくれることが、あゆ太郎にとってはすごい、とても価値のあることですね、もう本当に。あとさ、おかげさまで、アンチってこの間も言ったんですけど、すごい少ないと思うんですよ。あゆ太郎チャンネルって、もうみんなすごい優しい方なんですけど、コメント同士でなんかすごい、たまに荒れてる時あるんですけど、もう仲良くしてください。もう、別に、ね、あゆ太郎はもうエンターテインメントでやってるんで、別にあゆ太郎のね、下手とか上手いとかは全然もう、ボロクソ言ってもらっていいので、ね、見てくれる人たち同士が争う必要はないですよ。
全然別に僕、別にもう選手じゃないんで、別に下手とかもうボンボン言ってもらっていいんで。ただ一つ思ったのは、今、あゆ太郎、選手の時よりも下手したらテニスコート立ってんだよね、これ。時間的にも。しかも撮影するっていう変な緊張感があるから、すごい集中するわけよ。すごい集中するから、すごいいいプレーもめっちゃ出るし、なおかつ試合に出ないっていう、やっぱノンプレッシャーな状態があるわけ。すごいね、現役の時より、マジでテニス上手くなりそう。はい。あゆ太郎さん、テニス教えて。あのね、僕でいいんですかっていう感じ。本当に。あゆ太郎バカだからね、教えるか分かんない。でも楽しませてあげれる自信はある。あとね、見事にマルコさんの質問がめちゃくちゃ多いね。もうマルコさん YouTube チャンネル解説した方がいいんじゃないですかとか、チャンネル解説に来たいとか、マルコさんすごい上手いとかね。なんでマルコさんすげえ人気じゃん。マルコさんすげえ、まあよかったわ。意外といい人だからね、あの人。皆さんよろしくお願いします。これからもあゆ太郎チャンネル結構出ると思うんで。そうね、あとね、もうまだね早いかもしれないけど、オフ会を開きたい。で、普通の YouTuber さんのオフ会とかとまた別に、別な感じで、なんていうんだろう、やっぱあゆ太郎チャンネルソフトテニス見てくれる人も多いし、まあソフトテニスじゃない人もいるんですけど、結構でっかくなんでね、テニスコートでやってみたいなと思って。なくないっすか、あんまり YouTuber さんでテニスコートでやる人って。テニスコートでやっぱこう見てる人たちとね、こう一本こうちょっと乱打するとかさ、まあ、一緒に撮影してもいいわけじゃないですか。写真撮ったり、なんかもうあゆ太郎対なんかもう来てくれた人たちとかね、面白そうじゃないですか。結構みんなで参加型の企画をやりましょうよ今度。もうちょっと僕頑張るんで、それまでよろしくお願いします皆さん。なんであゆ太郎っていう名前にしたんですかっていう質問もあったんですけど、これ説明しなかったの？県の頭。一応僕、厚木出身 YouTuber ってことで始めたんですよ。まあ、すっごい深く掘り下げれば、ぶっちゃけ厚木出身じゃないんですよ。ただ、もう、厚木市の人たちにすごい僕お世話になった人なんで、厚木の人たちに恩返しの意味も含めて、厚木市のね、メインキャラクターの、ゆるキャラの、あゆころちゃんっているんですよ。そのあゆを勝手に撮らせていただいたわけでございます。すいません、厚木市の皆さん。あゆ太郎です。終わりー。もう定番ですね。ビールの後は絶対僕ハイボールなんで。あとね、明日も朝早いんで、2本ぐらいにしておきます。いやー、オフ会やりてえなー。コメントしてくれる皆さんに会いたいです、あゆ太郎は。あとね、ビール1本でちょっと酔ってきてるっていうね、弱っ。お酒あんま強くないんですよね、あゆ太郎。でね、お酒は好きなんだけど、すぐ酔っちゃう。あと、こんな質問もあった。あゆ太郎さん、今その場で歌ってみて。まあ秋の夕日に照る山もみじ、秋も薄いも数ある中に、うん、ハイボール。あとね、んたった今入ったぞ。あ、もうせっかくだからね、たった今、LINE アットで届いたこの質問を返したいと思います。運が良かったです、この子は。まだね、結構溜まってんだけど、今たまたま撮影中に LINE アットでね、メッセージくれた子がいたんで、この子にはメッセージを今この場で返したいと思います。はじめまして。ファーストサーブの速くなるコツってありますか？ポケットウィズさんとのソフトテニスドッキリのようなカットサーブの方が良いのでしょうか？ファーストサーブ速くなるコツか。これってでも難しいよね。なんか、この文章で伝えるのっていつも思うんだけどね。もう、だったらその場にも会いたい、そのこと。会って話したい。もうバカだからさ、だって。文章能力がないんだよね。もうほんとこういうの簡単に背筋を鍛えましょうとかしか言っちゃうもん、普通に。背筋を鍛えて足のバネを使って打つと良いですよっていうちゃんと答えておきました。ほんとはもっと色々あるんですけどね。ちょっとこの動画を見てくれ。俺の気持ちを分かってくれ。間違いじゃないと思う。足のバネを使って、こう、ポーンって打つと、いいサーブは行くのは間違いない。そのさ、人によってさ、違うじゃん。その背とかさ、どういう打ち方してるのかとかさ、見えないから難しいんだよね、こればっかりは。ほんと基礎的なことしか言えない、今は。カットサーブはカットサーブで、だから、その、やりたいことによるよね。別にカットサーブがいいとか、上からのサーブがいいとかは全然ないと思います。どっちでもいいと思います、僕は。ただ、カットサーブを打って何が次したいのかとか、上からのサーブを打つ意味とかをもうちょっと、
考えた方がいいかなって思います。一応返しとくわ、そうやってどちらが良いとか悪いかはないと思います。今が上からのサーブなのですか。うん、もう結構酔ったね。これは次の日が休みの日、めっちゃ酔っ払って配信したいと思ってるんで、皆さんもしよかったらお付き合いくださいませ。でも今日はこの辺で、まだ飲み終わってないけど、あとはゆっくり本でも読みながら飲みたいと思います。本じゃねえ、 YouTube でもいいな、あとは YouTube でも見ながらゆっくり飲みたいと思います。ってことでまた、どしどしコメント待ってますので、ただちょっと遅くなっちゃうかもしれないけど、絶対返しますんで、皆さんよろしくね。ではでは、次回の動画でまた会いましょう。グッドボタン忘れずに、よろしくね。ってことで、バイナー。